東京を任せられる確固たる信念を持って東京強靭化を実現することができる。さらに言えば、いざ非常事態が起きたときにそれに対する対処能力を持っている人は誰でしょうか。田上俊夫しかいないとここに宣言させていただきます。日本人はもちろんですが、世界の人々にとってもね、東京に来ればほっと安心できると、そういう東京都にぜひしていただきたいと思います。もう私が言うまでもなく、その方がどなたか皆さんお分かりだと思います。私は石原知事に感謝してます。それは、まあ、家族の健康をですね、救ってくれた。今度は私たちの命を救ってくれる、そういう人をぜひトップにいただきたいと切実に思っております。日本は古い歴史と優れた伝統を持つ素晴らしい国であります。その日本が日本を取り戻すという安倍総理の方針のもとに、東京都知事も同じ方向で努力をしなければ、日本の中心である東京が同じ方向で努力をしなければ日本を取り戻すことはできないと思います。田上俊夫は福島県生まれであり、ご存知のように、あの東日本大震災で多くの皆さんが被災した、いや宮城県も岩手県も本当にたくさんの、茨城までたくさんの人が、人々が家を失い、家族を失いました。田上俊夫は郡山生まれです。多くの仲間、多くの知り合いが命を落としました。その辛さ、苦しさ、私たちは、田上会長が最初に被災した時に言った言葉を覚えています。なんとかすぐ助けられないだろうか、私たち頑張れ日本で、被災者の皆さんも苦しんでいる皆さんを助けられないだろうか、水3000本、そして食料を持ってそちらに老人ホーム20キロ圏内届けました。老人ホームの皆さん喜んでいただきました。しかし、その代表の方が私たちに言ってくれた言葉があります。ありがとうございました、これで助かりました。水が本当に困ってた。しかし、何よりも嬉しかったのは皆さんの心です。すぐに動いてくれた。遠くから、東京から水を持って何とかしてあげたい、その心を届けてくれた。これが田上俊夫の心でございます。志が高いっていうのは、私はあの自衛隊の中でもよく言ってきましたけれども、やっぱり自分のためではなく誰かのために頑張るというのがね、志が高いということだと思います。私は、そして何かをやろうとすればいっぱい壁があります。必ず壁にぶつかる。でもどんなにぶつかってもね、これを乗り越えることを諦めてはいけない。これは情熱を燃やすということですね。ですから、私は若い人たちにね、志は高く熱く燃えるということをね、ぜひ頑張って、そういう心構えで頑張っていただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。